23日目でございます。新生活が始まったので心機一転頑張りましょう。私たちは変わらず刑務所生活だが、自由時間だよ。刑務所の人事はないんですか？今年度も君たちの面倒は僕が見るよ。じゃあ同居人の面倒もよろしくお願いします。君たちが自由時間の間に餌でも与えておくよ。腹が減っていると思うのでたくさんあげてください。太らせて太らせて。最終的にはね。最終的には、何ですか？いや、やっぱり何でもないよ。え、なんか怖いんですけど、麻婆に戻ってきた時に生きていればラッキーだな。え、それはどういう？じゃあ食事の時間までここで過ごしてねー。というわけで今日は姿を消す薬ってやつを作る日にしたいわけだが、材料ってそもそも集まっているんだっけ？どうだろうな、ちょっと下のチェストを確認してみるか。金鉱石、石炭はあるな。あと人参があれば金の人参は作れるのね。あ、人参ってお前持ってないか？私は人参持ってないね。マジか。じゃあ取りに行かないといけないってことか。っていうかお前何つけているんだよ。こういうものがあるとかぶりたくなる年頃です。ちょっと、私人参を取りに行ってくるな。あ、了解、気をつけてねー。人参ってどこにあったっけ？そういえば畑のところにあったっけな。あ、下の家畜のところにも餌として人参があったな。多分下にあるやつの方が近いよな。そっちを取りに行くか。よし、やっぱり裏から行けば大体安心だな。確か奥のチェストに人参があった気がする。お、あったあった、これで金人参ができるな。これは刑務作業の時に薬を作りに行くことになるかな。調合する時間は結構長いから意外と作りに行くの大変そうだな。薬品製造室以外に調合台ってなかったもんね。お、夜になった、看守もそろそろ来そうだね。マリサは看守が来る前に戻ってきてくれるか。やべえやべえ、夜になったから早く戻らないと。ここで薬の素材とか没収されても面倒なことになるだけだからな。今のところめちゃくちゃ順調だからここで勢いを止めたくない。あ、飯塚幹事長来た。これやばくない？危ねえ。なんとか間に合ったぜ。終了だよ。あ、お疲れ様です、飯塚幹事長。そういえば最近ジャングルジムの追加をしてくれないですね。あ、でも今ね、新しい遊具を追加しようとしているんだよね。え、そうなんですか、さすが飯塚幹事長ですね。まあ満足してくれるようなものかはわからないけど、早ければ明日から遊べるかもしれない。やった、楽しみにしてますね。というわけで食事の時間過ごしてねー。じゃあ早速持ってきた金鉱石をここでインゴットにしちゃうな。っていうか今回めっちゃギリギリじゃなかった。普通に危なかったわ。思っていたより早く飯塚幹事長が来たわ。最近は余裕を持って間に合っていたから、あんまり気にしていなかったわ。そういえば人参は手に入ったの？あ、それは問題なく手に入ったぜ。だから金が手に入っちゃえばすぐ金の人参を作ることができるぜ。それじゃあこの後の刑務作業で薬を作りに行くって感じかな。そうだな、だからどこの刑務作業になるかが重要になってくるな。確かに。薬品製造室の隣の建物とかだったらラッキーだね。あそこは確か、農作業と畜産だったよな。理想はその二つ、最悪釣りとかでもいいな。あ、金が精錬できたんじゃない？お、じゃあこれを、どうすればいいんだ。あ、一回あれか、金塊にしないといけないのか。あ、なるほどね。よし、金人参ができたぞ。これかまどにまだ金が余っているけど、まあどうせだったら持っていこうぜ。刑務所出ることができたらこれは金になるだろ。確かに、それだけ金があれば金持ちになるのでは。終了だよ。あ、新年度だっていうのに普通の食事じゃないですか。え、別に豪華な食事が出るなんて一言も言ってないんだけど。そんな、4月の最初の給食とかって赤飯出たりするじゃないですか。いや、給食と刑務所の飯を一緒にしないでくれよ。今日の刑務作業は何になるんですか？今日は久々に畜産をやってもらおうかなと思う。畜産？結構久々ですねー。鶏は忠誠心なくなっちゃったから、新しいしもべを作るとしましょうか。お前は動物のしもべしか作れないのか。久々と言ってもやることは覚えているよね。あれですよね、ここにある餌をあげればいいんですよね。あ、そうそう。それに加えて今日は追加でやることがあったわ。え、何ですか？これを渡すんで。これはひょっとして、計
剣を渡しておいたからそれを使って増えたら倒してもらって。そんなひどいことを私にやれと言うんですか？あ、ここにチェスト置いておくから肉とかはここに入れといてねー。私たちの意見を聞く耳はないようだ。それじゃあ刑務作業頑張ってねー。了解です。わかりました。そういえばさ、さっきさりげなく気づいちゃったんだけど。うん、どうしたのマリサ。発酵した蜘蛛の芽を持ってくるの忘れたわ。あ、私は先に薬品製造室に行っているからお前は蜘蛛の芽を噴水の下のチェストから取ってくることってできるか。了解、任せんしゃい。よし、まずは薬品製造室までは安全にたどり着けそうだな。霊夢が素材を取ってきてくれるまで作れるところまで作っておくか。よし、じゃあ私も行くぞ。噴水下のチェスト、ここからかなり遠いけど、監視塔潜入のために何としてもここは頑張らないとね。まずはネザーウォートを入れるんだよな。それで次はさっき作った金の人参を入れて、一応怖いから確認しておこう。間違っていないな。ふう、監視に見つからずここまでたどり着くことはできた。あとは時間との勝負だよね。監視長に見つからないことも大事だけど、割とこの時間って監視がどこにいるかわからないし、あんまりその辺は気にしなくてもいいのかなとか思ってたりしちゃってね。まあそういう油断が失敗につながりそうだけど。発光した蜘蛛の目は、これだね。それ以外は大丈夫だよね。じゃあ急いでマリサのとこへ向かおう。ここに発光した蜘蛛の目を入れればできるみたいだな。じゃあ一旦霊夢待ちって感じか。あいつ見つかっていなければいいが。マリサ、お待たせ。霊夢、どうだ、発光した蜘蛛の芽持ってきたか。ほら、この通り。めちゃくちゃ助かったぜ。じゃあ霊の薬を仕上げてくる。じゃあ私は戻って刑務作業を進めておくねー。頼んだぜ。さあ戻ってきたよ、私のしもべたち。これから私が可愛がってあげるわよ。この時間が一番生を実感する。よし、これで一応は完成か。ただ、どうせならレッドストーンを入れて延長もしておきたいよな。あ、調合の時間ってこんなに長かったっけ？やばい、この時間めちゃくちゃ焦るわ。よし、完成した、刑務作業場に戻るぞ。てかこれって8部も持つのか？思ったより延長されたな。今回は時間をいっぱいいっぱいに使って監視がそこにいてもおかしくない時間帯だから、この辺はいつも以上に警戒して、問題なさそうだな、いける。戻ってきたぜ。あ、お帰り、監視はまだ戻ってきていないよ。ふう、それならよかったぜ。とりあえず姿を消す薬、いわゆる透明のポーションは完成した。お、じゃあこれで監視塔に行けちゃう感じですか？次回行けちゃうかもしれないっすねー。しかも3つも作ることができたから他のことにも使えるかもしれないな。確かに。脱獄の時とかに使うとかね。それは名案だな。安全に脱獄することもできるしな。終了だよ。あ、監視長、お疲れ様です。どう？進捗の方は？増やして買って増やして買っての繰り返しですよ。あれ？ここのチェストには何も入っていないよ。あ、今から入れますよ。どうですか？この成果。うわ？いっぱいやったんだね。いや、なんで監視長がドン引きしているんですか。やれって言ったの監視長ですよ。実際見ちゃうとね、うわってなる。飯塚監視長のキャラがわからないですわもう。じゃあ二人とも棒に戻るよ。あ、今日も長かった一日が終わった。あ、例の遊具がさっき導入されたから明日から使えるようになるよ。めちゃくちゃ仕事早いっすね。まあそうじゃなきゃ問題児だらけのこの刑務所の監視長は務まらないってことよ。伊達に監視長やっていないんだ。それじゃあ二人とも棒に入ってね。了解です。わかりました。じゃあ明日の自由時間まで待機だよ。さて、それじゃあ明日はついに監視塔に侵入するってことでいいか。それはどっちが行くんだっけ。今までの流れで言ったらお前じゃないか。私の本気を見せる時が来たか。っていうか逆に今まで見せてなかったんだな。じゃあ今日は明日に備えて寝るとしますか。そうだな、お休みだぜ。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。
概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、ツイッター、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうプ主の日常。ツイッターでは動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。